上積みしてるでしょうからね、まあ、それが得点という結果に表れてますよね、はい、さてここから皆さんにはここは塩谷が跳ね返してアピアタビア久志前から行きますね、はい、追っていきますベンカリファ今シーズンの途中から加入をしています元スイス代表ジュニオールサントススラしたところ見てたシュート先制広島ミスターマコト今シーズン4ゴール目幸先よく広島今日の見どころの一つだったんですけども、はい、ゴールキックつながないで京都が長いボール蹴ったんですよねそれでまあラインをプシャップしてますからこの背後のスペース、まあ、ヘディングで、まあ、一発のボールですよね、まあ、それを運んで下が落ち着いて最後はシュート決めましたね、まあ、ゴールキーパーの位置を見て、まあ、相手もプレッシャーには来てるんですけれども、はい、しっかり抑えた素晴らしいシュートここはいい守備クリアボールもしっかりと入れてつないでいったここに来たジュニオールサントスさあ抜けたぞジュニオールサントス上福本1対1かわしおーっと触ったジュニオールサントス広島追加点欲しかったリーグ戦での2ゴール目ジュニオールサントスこれで2対0です最後は押し切りました真ん中で2対2ですねクモトもいいタイミングで出てきたんですけれども、はい、ここですね、はい、そこから攻撃に参加するっていう形は柏得意のドリブルカットイン中入れてきましたベンカリファ来たナイスキーパー上福本なんと立て続けの攻撃いやこれ左サイド、はい、柏1対1のシーンなんですけれども、しっかり抜き切る前に左足で逆サイドですね。いやいいボール上げましたね。はい、浅田が止めてこの後ですね、はい。うまくコントロール白井押し上げたところ武田翔平から引いた宇高中竹富宇高が行く宇高ボックス内に入ってきた宇高から竹富1点返しました京都。宇高から竹富今シーズン2、まあ、ここですね、はい、ここの混戦のところをうまく抜け出したのが、まあ、最終的に宇高が、まあ、サイドでフリーになりましたしここ広島の選手もしっかり戻ろうとはしてるんですけれども、まあ、戻りきる前に組織ができる前にこう竹富にボールを入れたっていうのがこれ得点につながりましたね野津田縦パスジュニオールサントスセカンドボール入れた宇高が来た宇高まだ行くもう打たせないここはよく触りました行かせり勝って縦に入れたボールからのチャンスですよね、ここも何人も宇高のところまで来たんですけれども、はい、中央ワンタッチジュニオールサントスから野津田パスベンカリファが来たベンカリファーここは最後はオンゴールになりました戻ってきたんですがベンカリファの得点か、まあ、はたまたオンゴールか広島追加点、ちょっとわからないですね、はい、最後変わったところがどこかですけども、いや野津田が赤ポジションからここに出てきて、はい、いい働きしました引いた宇高シュートは打たせませんピアタビア来た大前からのクロス豊川福岡新平いや最後狙っていきました福岡新平いや今頭越えてきて、はい、コントロールうまくいったんですけれども素晴らしいセーブここで試合終了の笛広島これでリーグ戦3試合負けなし上位追随に向けて大きな勝ち点3をここホームで得ましたฝากติดตามกด Subscribe ช่อง YouTube J-League International ด้วยนะครับ Like Subscribe Get Push Notifications Like Subscribe Push Notifications